で、どの写真が正解ということはありません。自分の好みの濃度になればそれが一番ということになるんですが、どうでしょうね、皆さんの好みとしては露出補正が、こちら0、補正なし、もしくはちょっとマイナス補正を入れて、色が濃くなるような写真の方が好きという方が多いと思いますので、ここで、お伝えしたいことというのは、処理優先、シャッター優先をしているときに写真の濃度が被写体によって異なりますから、その時に、露出補正というのが機能で自分の好みの濃度を流していくということができるということです。カメラを使いこなす上で最も重要な知識、それが露出です。この露出のコツを知ればあなたの写真は確実に一眼です。最近の一眼レフはオート機能が進化しているので、露出をあまり意識することが少ないかもしれません。しかし露出をマスターすることで、肌の写真表現の幅が広がり、失敗写真を減らすことができます。ぜひ露出のコツを知って使いこなせるようになりましょう。